こんにちは。アマゾン室サポーター堀秀夫です。オーストラリアアマゾン室チャットワークサポートの内容のご紹介です。日本人なら自力で稼ぐスキルを身につける必要がある。なぜならこれから所得は下がる予定。年金は雀の涙になる予定。健康保険や介護保険、消費税、税金は増える予定。つまり順調に行くと お先真っ暗な未来が待っています。日本人が自力で稼ぐスキルを身につけるなら Amazon 輸出が一番。しかし輸出って何から手をつければいいのかわからないし難しそう。そんなあなたに朗報です。1ヶ月でオーストラリア Amazon 輸出のスキルが身につく Amazon チャットワークの特別モニターを募集中。今年は アマゾン輸出を始めて輸出ビジネスのスキルを身につけましょう。アマゾンのシステムは早いペースで進化します。マニュアルと違う画面が出てきた時はお気軽にご質問ください。週3回、月曜、水曜、金曜日にサポートメールマガを配信しています。マニュアルは未経験の初心者におすすめのペースでサポートメールマガジンでもお届けします。 届いた内容に合わせて進めてください。たくさんの項目があり、どこに手をつけていいのかわからない。そんなことがないように、また最新の情報を届けるための仕組みです。マニュアルは PayPal 購読手続き後に全項目が閲覧可能です。経験者は自分のペースでマニュアルの必要項目をチェックして、マイペースでオーストラリア,アマゾン輸出に取り組んでください。 アマゾンではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。また、昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。アマゾン室サポートサイト、会員制用のアマゾン室サポートサイト、サポート会員制用のパスワード記事が見られます。 チャットワークサポート、回数無制限。マニュアルといってもサポートがついています。通常、何々塾と言われている内容より分かりやすく役に立つ内容になっています。このチャットワークサポートで提供するサポート内容、項目です。まず銀行口座を解説します。オーストラリアアマゾンの売り上げを受け取るのに、オーストラリアの銀行口座が必要です。日本にいながらも、 ペイオニアまたはワールドファーストというサービスを使ってオーストラリア銀行口座が開設できます。どのサービスがいいのか、登録には何が必要なのか、それもわからなかったら何でも聞いてください。自分で調べる必要はありません。アカウント登録。初心者向けに丁寧に手取り足取りサポートします。わかりにくい Amazon の説明を読み違えたり勘違いすると、 英語が分かっていてもなかなか登録できなかったりします。登録するのは一度だけなので、時間をかけて自分で調べて登録しても意味はありません。簡単なことでも私に聞いて、サクッと登録を終わらせてください。そして、アカウントができたら次に NG 商品をお知らせします。NG 商品には大きく分けて3種類の商品があります。輸送 NG 商品。 郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸出ができない。つまり運べない商品。オーストラリア NG 商品。輸送することは可能であるが、オーストラリアで税関を取らない。あるいはオーストラリア国内で販売できない、オーストラリア国内事情による NG 商品。アマゾン NG 商品。輸送やオーストラリア国内での販売も問題ないが、アマゾンが販売を禁止している商品。 これらの NG 商品は今まで問題なかったのがいつの間にか NG になったり逆に今まで NG だったのがいつの間にか OK になる商品もあります私のもとにはこれらの情報が集まりますので変化があり次第会員の皆様にお知らせしています購入者からの問い合わせに対する対応日本の常識は世界の非常識アマゾンの常識は世界の非常識 評価を買わない。商品ページへの質問。売り込み返信不要。Amazon で生き残るためにはコツがありますので、Amazon で生き残るための対応方法をサポートします。英語ができなくても大丈夫。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。Amazon からの問い合わせに対する対応。こちらも日本の常識は世界の非常識。 アマゾンの常識は世界の非常識。アマゾン、偽物疑惑。アマゾンへの質問。アマゾンで生き残るためにはコツがありますので、アマゾンで生き残るための対応方法をサポートします。英語ができなくても大丈夫。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。ここをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出チャットワークサポート特別モニター募集ページを見てください。 今、こちらをブログの記事ではなく、えー、動画、YouTube 動画で見てる方、こうクリックしても何も起こりませんのでね、えー、YouTube 動画の説明欄にある URL をクリックしてください。こちらをクリックすると、この Amazon サポート、オーストラリア Amazon 室チャットワークサポートの特別モニター募集ページに行きます。こちらの内容を確認していただいて、まあ、どんな商品が高く売れた実績があるかとご紹介してます。そして、 一番下まで読み進めていただいたら、こちらのペーパル手続き、購読手続きをして、オーストラリアアマゾン輸出チャットワークサポート特別メニューターにご応募ください。日本人には輸出で稼ぐスキルが必要です。以上、アマゾン輸出サポーター、堀秀夫でした。